ヘビクイワシは、高木、ヘビクイワシかヘビクイワシ族に分類される鳥類。本種のみで、ヘビクイワシ族を構成する。ワミオの、ヘビクイワシは、ヘビを蹴り終わらせて食べる姿に由来している。フランス語名のセクリテア、英名のセクレタリーバード等は、初期間のといった意味で、これを訳して日本語でも初期間長と表現されることがある。初期間という言葉が名前に使われるようになった。 理由には、カンウが初期用の羽根ペンを連想させるからという説と、鳥の狩猟者を意味するア,アフリカ大陸中部位南東部全長100から1 5 0トル、翼外長2 0 0トル、体重2から4ラム、メスよりもオスの方が大型になる。全身は灰色の羽毛で覆われ、風切り派は黒い。後頭には黒い羽毛が伸長してカンウとなる。目の周囲には、 羽毛がなく、オレンジ色の皮膚が露出する。講子は、非常に長い。飛んでいる姿サバンナに生息する。単独もしくはペアで生活するが、伸びが起こると、火から逃れて草むらから飛び出す。獲物目当てに集まり、集団で観察されることもある。地上を徘徊して、獲物を捕らえるが、翼が退化して飛べない高ダチョウなどとは異なり、飛翔能力はある。 カフアダーなどのヘビを捕食する際、その頭部に連続で蹴りを入れ、弱らせてから食べる習性が知られているが、ヘビを専門的に狙うわけではなく、昆虫、爬虫類、鳥類とその卵、ネズミやウサギなど幅広い動物性の餌を食べる。獲物を受け飛ばす際には翼を左右に広げて、バランスを取り、草原和紙などと獲物を取り合いになった時は、飛び上がって蹴り、追い払う。 獲物を掴んで上空から落としてから食べることもある。繁殖形態は乱生。ペアは一生解消されない。樹上に木の枝を組み合わせた巣を作る。巣は同じものを使い続けるため、時に巨大な巣を形成することもある。メディアを再生する上野動物園のヘビクイワシ。日本国内では、東部動物公園では、日本初の人工育数に成功しており、 千葉市動物公園で飼育過繁殖に成功している。静岡県掛川市に2003年開園した、鳥類、植物のテーマパーク、掛川花鳥園では、動園で飼育されている。キックちゃんによるショーで、得意技のキックを間近に見ることができる。また、南アフリカやスーダンの国章デザインの一部に、組み込まれている。ありがとうございます。